レバナスで自由を手に入れる、レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。8月8日レバナス予想と積み木証券、こちらの方でね、エポスポイントで投資の方ができます。まあわざわざね、このエポスね、カードを持たれていないか、まあ、積み木証券を口座開設する必要は全くないんですけれども、今エポスカードをお持ちでね、ポイント余ってて、あまりね使うことがないなと思われてる方はね、まあ、ポイント投資されてはいかがですかということでね、ちょっと各社、このクレジットカードのポイントに対応したポイント投資っていうのがね、今できるようになっておりますので、まあ、余っているポイントがあればね、ポイント投資の方にしていけばいいかなということで、ちょっとね、この企画、時間があるときにね、進めていきたいと思います。第1回目は、エポスカード積み木証券ということになっております。それでは、スタートです。まずはね、8月8日のレバナスの方を、まあ、どのような値動きになるのかね、予想していこうということで、先週どうだったのかということを見ます。月曜日プラス、火曜日マイナス、水曜日マイナス、木曜日大幅プラス、金曜日プラスということでね、先週は2203円の上昇で終わっております。最高値から考えますと、今、マイナス 40.12% 下落ということで、だいぶ戻してきましたので、マイナスね 30% あたりになってくると、かなりね、プラテンしてくる方もね、多くなってくると思いますのでね、プラテン待ち望んでる方はね、あ、今週力強いレバナスの上昇があるのかと、先週は2203円上昇と。アメリカの国債の方を見ます。まずは10年債利回り 2.82 若干低下、2年もの 3.23 一緒、3ヶ月もの 2.45 若干低下ということに、ね、なっておりますので、今のところ利回りが低下しているイコール、債券が若干買われているという状態ですね。10年ものと3ヶ月もの見ましても 0.37 と、まあ、じわりと、ね、差が広がってきてますけれど、まだ、ね、油断は大敵と。10年ものと2年もの、いつね、この逆転現象、逆イールドがね、なくなって正常化するのでしょうか。最近ね、それがすごく気になってきました。なんかね、10年ものと2年ものはすごい溝がね、深まってきてますんで。こちらはビットコインですね。土日も挟んでね、どうだったのかなということで見ますと、2営業日上昇トレンドにね、移っておりますね。けれど、どうでしょうか。こちら、レンジに入ってるといえばレンジに入ってるんですけれど、私にはね、徐々にですけれどね、上昇していってるように見えるんですよね。ただ、若干、出来高の方がね、細ってきてるっていうのが、まあ、気になるんですけれども、まあ、もうしばらく、確実にね、上昇トレンドだと言えるぐらいの、ね、上昇になっていくのかどうか、今週ビットコインからは、ね、目が離せないんじゃないかなと思います。さあ、ナスダック100先物の方がね、一足先にマーケット開いておりますのでチェックしました。 TDC ケンシャル的にはまだね、8営業日下落トレンドを継続しておりますけれども、まあ、金曜日陰線、月曜日陰線ということでね、今のところはまあ、陰線2日続いている状態で、徐々にね、価格の方も落としてきてるということなので、まあ明日ぐらいでね、はい、ATDC ケンシャル的にはね、下落トレンド入りしていくんじゃないのかなというふうに思っております。今週のね、指標なんですけれども、月曜日、火曜日、主だったものはありません。8月10日にね、消費者物価指数 CPI が出てきます。そして、次の日ですよね、木曜日の日に生産者物価指数の方が出てきまして、流れとしては金曜日にミシガン、こちらの方のね、消費者マインド指数の方が出てくるということで、ミシガンの方は23時なんですけれども、まあ、CPI、PPI の方は21時30分、もちろん日本時間です。で、発表されますんで、まずはね、マーケットが開く前にその日の方向感というのはね、ある程度ここで決まっていくんじゃないのかなと思います。月曜日、火曜日、主だった指標がないので、まあ、様子見のね、相場が続いていくと。まずは CPI のね、発表。こちらの方のね、発表を、まあ、待つということでね、様子見なので、そうなってくると、金曜日のトレンドを引き継いでくると、若干ね、下落トレンドっぽいような形で、2日間様子が見られて、水曜日、消費者物価指数、こちらの方が開いた瞬間、ドーンと上に振るのか、ドーンと下に振るのかで、どちらかが楽しみだと。ただ、前回の消費者物価指数は 9.1 というね、驚くべき数値を叩き出してきたんですけれど、なぜか分かりませんけれど、株価は反転上昇。
上昇したと。今回の予想は 8.7 ということになっておりますので、まあ、この予想をね、上回ってくれば 8.8 とか 8.9 あたりだと、まあ、今回こそはね、ドーンと下がるんじゃないのかなというふうにね、思っております。そしてここで、すごくね、悪い数値が出るときっていうのは前日、ホワイトハウスの報道官の方からね、発表がありますので、火曜日、ホワイトハウスのね、発表があるのかどうか楽しみましょう。まずは月曜日、この流れだとね、下落トレンドを引っ張っていてくれるんじゃないのかなというふうに思っております。さあ、ここからはね、はい、積み木証券っていうのがね、あるんです。これはね、マルイグループの金融機関であり、エポスカードのクレジット決済で投資信託を購入できるというね、証券会社がありまして、まあ私、エポスカードの方をね、持っておりまして、ポイントの方が余っておりますので、このお積み木証券を開設して、そしてね、ポイント分だけね、投資していこうとね、思ったわけなんですよね。さあ、この積み木証券、わざわざ開設する意味があるのかどうかということで。まずはね、このクレジットカードでもね、あの5万円分は投資信託の方購入できるんですけれど、積み木証券で購入できるのが4本だけなんですね。ひふみプラス、セゾンヴァンガードグローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド、コモンズ30ということで、はい、ね、月5万円を上限として、エポスカードの方でね、購入できるということになっております。エポスのね、ポイントは100ポイントからね、投資が可能ということで、そして JQ のね、エポスカードを持たれている方は、JQ キューポをエポスポイントに交換したらポイント投資が可能になってきますということでね、ちょっとクレジットカードのことをご存じない方はね、ちょっとこのあたりでややこしくなってくるかなと思います。ですので、ちょっとまとめてみましたと。まずね、はい、ポイントで投資できます。カードでも積み立てできますということなんですよね。エポスカードっていうのはノーマルカード、ゴールドカード、プラチナカードっていうのがあるんですけれど、積み木証券の口座を開設すればポイント投資っていうのはね、どのランクのカードでもね、可能ということになっております。それともう一つね、特筆すべきなのが、積み木証券を口座を開設してポイント投資をした場合っていうのは100ポイントからね、無制限でポイントを使っていくことができるということなんで、すごくね、エポスカードを使いに使いまくってるヘビーエポスカードユーザーの方ですと、ポイントをね、しっかりここで増やしていけるということがあるので、すごくね、いいんじゃないのかなというふうに思ってます。投資のタイミング過ぎな日ということでね、売却時の取り扱いですけれど、現金で戻ってくるんですね。ですからポイントを使って投資をして、そして売った時にはね、しっかりと現金で戻ってくるということなんでね、すごくいいんじゃないかなと思います。ただね、わざわざね、積み木証券を口座開設しなくても疑似運用のエポスポイント投資体験っていうのもね、実はあるんですよ。こちらはあの楽天のね、疑似体験コースと同じようなものがあるんですけれど、これ縛りがありましてね、ゴールドカード以上を持たれてる方でないとできないんですよね。ですので一般カードを持たれてる方っていうのはね、積み木証券こちらの方の証券口座を作っていくしかないということになってしまいます。ですけれども、それね、証券会社ちょっとね、つくのめんどくさいなという方は、ゴールドカード以上でしたらね、はい、この疑似運用コースっていうのをね、選ばれたらいかがでしょうかと。こちらのね、疑似運用コースの方もポイントね、投資体験ですと上限がね、まあ3万ポイントまでということにね、なってくるわけなんですよね。で、ここで積み木証券を口座開設してね、ポイント投資した時っていうのは売却時は現金で戻ってくるんですけれど、投資体験をした場合は積み木証券の口座を開設しなくてもね、アプリの方でできますので簡単なんですけれど、ポイントで戻ってくると、3万ポイント以上なんか、投資しないわと思われる方はゴールドカード以上疑似体験コースでいいんじゃないかと。でもうエポスカードのノーマルしか持たれていないという方は積み木証券の方を開設してポイント投資をするということで、ね、その場合ですと現金で戻ってくるということで、意外とねポイントで戻ってきてほしいという人もいているので、まあ、そういう人の場合はポイント投資体験コース、こちらの方を、ね、使っていただければいいんじゃないかと。これはアプリでいけるんでね、証券会社を口座開設する必要はありませんと。
そしてね、気をつけておかないといけないのが、これエポスカードを大会すると運用中のポイントに限らず残っているエポスポイントは消滅しますのでね、万が一エポスカードを大会するときは、エポスのポイントをね、全部、まあ、使い切ってから大会するようにねしてください。じゃあこのエポスポイントでね、投資するのどれがいいんだと、ひふみプラスがいいのか、セゾンバンガードがいいのか、コモンズ30がいいのかということでね、ちょっと調べてみました。でやっぱりね、一番いいのはこれだということで、すべてがね、まあ私ポイントが余ってるんでポイント分だけですよ、現金は一切入れませんけれど、セゾンバンガードグローバルバランスファンドをこちらの方にしようと思っております。これは世界分散型なんですよね。そして一番のねポイントっていうのが、債券と、そしてね株式をしっかりとねバランスよく散りばめてるということで、投資先はねアップル、マイクロソフト、トヨタ、そして国債などがねありますので、まあ、すごくね、あのバランスが取れてるんじゃないかなということで、じゃあ10年間のチャートってどうなるのということでね見てみましょう。はい、こちらの方はね、10年間のチャートになってるんですけれど、まあしっかりと右肩上がりで成長しているということになっておりますので、まあ今ね、ポイントあるだけね、ぶっ込んでいこうかなというふうに思ってるわけなんですよね。はい、ということでね、ちょっと私このエポスカードってなんで持ってるんだというと、海外旅行保険がめちゃめちゃ充実してるんですよね。そしてゴールドカードになったとしても年会費がね永年無料なんですよね、私の場合ですと。ですのでここね、すごくゴールドカードとしても重宝しますし、海外旅行保険が自動付帯でついてくると、これとあとアメックスを持ってますと、海外旅行行くのにね1回か保険をかけなくてもいいんですよ。このカードさえ持っていっていればいいということで、そして年会費が無料だということでね、あまりメインとしては使ってないんですけれど、クレジットカードとしてはね、けれどポイントの方はねある程度溜まっておりますので、まあ、余っているポイントをずっと寝かしっぱなしなんですね。そして一般のエポスカードっていうのはこのポイントね、何月までに使わないといけないとかっていう期限があるんですけれど、ゴールド以上になるとね失効することがないと、永久不滅ポイントということにね、まあなるんで、まあゴールドカードで、そのままね、ポイントをずっとね、ほったらかしにしてあるんですね。ですので、まあ、使う予定のないね、エポスのポイントだったらね、エポスのポイント投資に入れておけばね、1年後、2年後、3年後、ひょっとすると、ホテルでランチを食べれるぐらいのね、金額に成長してくれないかな、なんていうふうにね、まあ楽しみに、まあ投資してることすらね、忘れてしまうほったらかし投資には最適じゃないかということで、まあ普段はね、レバレッジ投資家と言ってるんで、レバレッジがかかっていない商品は買いませんということを言ってるんですけれども、なんといってもね、4種類しか選べないというね、マジか、積み木証券、もうちょっとね、はい、バランスをね上げてくれよというふうには思うんですけれど、まあそういう部分で致し方なしということがありますのでね、こちらもねポイント、まあこね、ちょうどもう今実はね、証券会社の通知の方がね、来ましたので、これでまあポイント投資の方ができるということで、今からね、郵便局の方に取っていって、そして ID とかが入っていると思いますので、ね、それでログインしてさっさと購入しようと思ってますので、またね、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、どれぐらいね、ポイントが増えているのかっていうのもね、お伝えの方もね、していきたいと思います。ただ、積み木証券だけではね、ちょっと面白くないので、他のね、ポンタポイントとか、伝えポイントとか、そのあたりでもね、投資できる商品っていうのがあるような形になってますので、そちらの方もしっかりと調べて、まあ、皆さんにねポイント投資ね、今余ってるポイント、これね実1年間でね失効していくポイントって日本全国だとね凄ましい数のポイントが失効していくんですよね。ですけれどこういうねあのポイント投資の方に入れておけば、ポイントを使っていることになりますから、運用中になりますからね、運用中にねポイントが失効するなんていうことはありませんから、自分の持っているポイントをね、この失効させないっていうふうにね、する一つの手ということにもねなってきますので、まあ、このあたりをね活用していただければということで、この企画を続けていきたいと思います。さあそれと今日の晩ですよね、やっとアメリカの株式マーケットが開きます。そこで株価が上がるのか下がるのか皆さんとしっかりとご確認していきたいと思いますので、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。